What's in my bag? カジュアルバックパック編。以前からリクエストがあったディーゼルのバッグです。ディーゼルのバッグいくつか持ってるうちの今回はリュックサック。私はカジュアルほとんど着ないんだけども、 TPO に合わせてカジュアル着なきゃいけない時ってあるじゃないですか。なのでいくつかカジュアル持ってるんだけども、カジュアル系で好きなブランドはディーゼルです。この子はね、ここのデザインですよ。ジップ、このジップはやっぱりディーゼルの象徴でもありますよね。かすれた感じも大好きです。ここにジップのデザインがあるものの、これは実際開け閉めはできません。この中央に本当のジップがあります。これね、サイドにポケットがあります。あ、ちょっと下げようか。このくらいでいかがお過ごし。ポケットもジップがついています。でこのジップ、本当にジップです。ザーって開けると中がね広がるんですよ。でこちらも同じ、本当にチャックになってます。では中を紹介していきます。お水は必ず入れます。でシリカ水、これはねシリカ、サルフェート、バナジウム、カルシウム、炭酸水素イオンと結構贅沢に入っているシリーズで、ドクターウォーターですね。体の中から水分補給がこちら。まだ入ってます。じゃん。これもお水だけど、吹きかけるスプレーですね。ミノン、アミノモイスト、アミノフルシャワーでございます。これは、よくある、ウォーター 100% とは違って、水の次にね、グリセリンって書いてあります。でグリセリンは水をキープするスポンジみたいな役割を果たすんですけれども、グリセリンが多すぎるとちょっとベタつくっていうのかな。でもこれはねもう水の量が圧倒的に多いので、私の好きな割合でグリセリンが本当にちょっとだけ で水たっぷり、そうするとしっとり感、ベタベタしないのにっていうのが続くし、冬場だからやっぱりちょっとね潤いがある水にした方がいいかなと思いました。でもちろんミノンだから肌への刺激がほぼほぼないです。そう、だからここのスペースはお水、ウォータースペース。こちらも同じようなジップタイプです。もちろんね、開け閉めできるんですが、ここも閉めてます。で、ここは化粧ポーチ的な使い方をします。そう、私ね、化粧ポーチをあんまり最近持ってなくて、特にこの子使うときは化粧ポーチはもうここになっちゃってるので、ポーチ持ってないんですよ。何が入ってるかやってきますね。ちなみに今ジップの話したので、このジップをちょっと開けるとわかるかな。ここにね入ってるんですよ。でこのジップを閉めることによって、ここに隙間ができるか、この隙間に入ってるのはじゃーん、リップクリームです。でこのリップはメルティクリームリップ、このシリーズはねとろける感じですごく人気なんですが、私はこのバニラを使っています。バニラはね香りが強くって、本当にいろいろバニラのアイテム買ったんだけど、リップクリームもね、これが香りって点でもダントツナンバーワンですね。そしてメルティだから本当にねトゥルントゥルンになるんです。成分的には普通のリップクリームみたいなオーガニックっていうわけではないです。オーガニックのバニラのリップもあるんだけど硬いんですよね。唇にグイグイってやんないとなかなかこう膜を張ってくれない。こちらはねグリグリやらなくても置くだけでトゥルトゥルトゥルンって溶けてくれる。そう、大トロって感じ。このジップを閉めるとこの隙間にこの子を入れてるんですね。で中に入っちゃった場合はここ開けないと取れないんだけども、ちょっと出しておくとすぐにパッと取ってパッとしまえるっていうので、もうこの両サイドはすぐに出し入れできることを重視してます。ポーチとかってバッグの中から出しますで1ストロークで、ポーチを開けますで2ストローク、そして中から出して使ったりとかしてまた中に入れたとしたらば、次に閉めるで1ストローク、さらにバッグの中に入れるで2ストロークとするならば、トータルで4ストローク必要ですよね。そうするとこの場合はもうここに出てるから、本体開けると、あとポーチ開けるをやらずにここから出せる、そしてしまう。4ストローク分ないんです。すごい便利。人生の時間は限られている中でいかに効率よく過ごすか。反対側、こっちももちろんジップです。そして隙間がここにあるわけだから、そこに入れてるのはもちろんリップ。で、リップもロングスティックです。
で、ロングだから奥の方に入れたとしてもここが限界、これ以上入らないから落ちないので、ストレスなく出し入れしやすい方ですね。これは何かのムックかな、オイルリップカラーです。なんとちょっとした時間エレベーター乗って鏡なしでこう直して、次の会議室行ったとかするので、ささっと塗れる方がありがたいですね。カジュアルだから多分色はこのカラーにしておけば、まあ、カジュアルにも合うし、もしフォーマルに着替えなきゃいけないことがあったとしても、これならばまあ無難にいけるかなと。1本で十分、パーティーバージョンだったらばちょっとブラウンに近いボルドーブラウンみたいなカラー入れとけばなんとかなるので、その場面にふさわしいリップを1本、例えばこれだったらばもう絶対カジュアルですよね。カジュアルな場面で使うであろう範疇のこうファッションに合うカラーであればいいかなっていう考え方。これはこれはね、ラロッシュポゼなんだけど、これにこだわってるわけじゃないけども、みずみずしいんですよ。私インナードライだから油分よりもウォータリーがベストだと思ってるの で、これ顔用の美容液になるのかな。ラロッシュポゼヒアロ B5、 これは本当は顔用なんだけど、ほぼほぼ私は顔に使うというよりもネイルケアに使ってます。巻き爪になっちゃうんですよ私。で、巻き爪ってこの爪のピンクのところありますよね。これを伸ばすためにはこの爪と肉の間のここのところ、ここにオイルなりこうジェルなりを入れてケアしてあげないと、このピンク爪が短くなっちゃうんですね。で、同時にここに入れておくことによって巻き爪ってくるっとなっちゃうんだけど、内側にこのヒアロがあると水分を補給してくれるので、ふわっとこういって巻き爪が楽になるんです。巻き爪予防でもあるんですこれね。私本当に巻き爪なりやすくって、でこれ先端がねすっごい細いんですよ。この細い先端も爪の隙間に入れやすいポイント。まあ顔にも使えるしネイルにも使えるし、まあ、全身使えるっていうのでこれがすごく便利。1個注意点はシリコンが入ってます。シリコンは毛穴に入ったりとかするとこう落とす時に大変でなかなか落ちにくいので、毛穴詰まりにこうすぐは詰まらないんだけども、積み重ねによって毛穴が詰まりやすい状態になってしまうから、あんまり顔にはつけたくはないんだけれども、もし使うとしたらばこういうねジェルでこうヨレをなじませてティッシュオフするとすごくいい。でもその時にこれシリコンが入っててもファンデーションシリコンがほとんどですから、かなりシリコン入りのが多いので、だったらば、まあ、これ使っても結局はシリコンが混ざってて同じだからいいかなと、なのでお家帰ってファンで落とした後のスキンケアとしては使わないですけども、出先でファンデーションのヨレをなんとかするとか、このベースにファンデーションをのせるとかっていうにはいいかなと思ってます。で、この1本でネイルケアもスキンケアといいますか、ヨレ直しメイク直しもできるし、まあ、他のね手にもこうあれたらば使えるし、結構便利なので、こんなにねサイズ大きいからコンパクトではないけれども、一つで何役もしてくれるっていう意味では何本分も持たずに1本で済むから、これはいいかな、そういう点では。次にメイクなんですが、私メイク直し系はファンデとリップしか直すとこがなくて、リップはだいたい飲んだり食べたりした時に崩れるから、お食事のあたりで直す。あとはファンデーションです。ファンデーションは本当に悩みで、コンビネーションスキンだから油っぽいとこと乾燥してるところの差が激しいんですね。で、前もベタ褒めしていたこの白の薬用美白美容液ファンデオークル10、私使ってますが、これはねほんと綺麗に仕上がる。前動画にあげたのでそれをご覧いただければかなり具体的に載せてますので、でこれはもう私のヒット商品で、乾燥ゾーンにも使えるし、ベタつきがあるところにも使えて綺麗な仕上がりにしてくれる。で、美白成分も入ってるんだけど、それはまあ入っててもいいけどもなくてもいいと思えるぐらいの綺麗な仕上がりです。そして私がしつこいぐらいに気に入ってると言ってるカバーマークフローレスフィット、これね薄い本格的なパクトを持っちゃうと結構ねごっついんですよね。
で、実際私パフ使わないんですよ。フローレスフィットの場合は指で温めながら乗せて馴染ませて、で毛穴のところはブラシでっていうのがベストなんですね、自分的に。なのでスポンジのスペースもったいないし、で鏡のところとかも分厚いから、私はこれを持って、はい、ブラシも持ってます。でブラシはね、資生堂の前々から好きって言ってるブラシで、ファンデーションブラシ、これはでもね、ドラッグストアとかでも売ってて1800円ぐらいかな、1本は。ネットで買った方が安いかも。ちょっと下の概要欄にかけたらば書いておきますけど、なんか Amazon の方が安いかもしれない、同じものであっても。ティッシュです。私はもうね、鼻セレブとかローションティッシュとか、もうね、一度良いティッシュ使うと戻らないですね。もう肌に負担がかからないので、すごいいい。これがパウダーです、パクト。これもカバンマークでございます。で、これがナンバーワンかっていうと、まあ上位ではあるけれども、資生堂のマキアージュプレストパウダーは毛穴を隠してくれるのですごい。で、これもね、まんま隠してくれるんですよ。このような感じ で、ね、これね、モイスチャーベールの00番かな、あの一番明るいカラー飛び抜けて、なんかお白いみたいなポジションになるやつ、 MN00 っていう、メイクポーズじゃなくてメイクポケットが完了しました。本体のベルト関係をやっていきますね。まずは今持っている、結構ね、丈夫なのでこう持つこともできるし、あとはこれね、リュックなんで、ここでね、背負うこともできます。で、アジャスター長さ調整できて、ね、このリングがついてて離れすぎないように、このハンドルの横のところからベルトが出てますが、このベルトは私別のバッグから持ってきたものですね。ショルダーにも使えるっていうタイプにしました。時計です。腕時計を腕にしないんですよ。なんか手首周りとか時計あると邪魔ですよね。でもね、ほんとスムーズ、パッチンパッチンになってるの、ホックになってるの、こんな感じ で、ここを止めるとスッキリします。はい、まず傘は折りたたみで、これはね、特許取得済みってこう書いてあるんですけども、ここにね、めっちゃ細いんですよ。で、これに関しては以前も説明したけど、この細さにするために骨が5本だったかな。すごい嫌わです。だから、強風の時はバキバキ折れます。あと、出先で日差しが強いって時に、まあ、日傘にもなるので、日傘兼雨傘って感じで、常に持ってますね。もうこれあるとその気持ちが安心するのね。これよりね、軽いのが今のところないです、私の知ってる限りは。まあ、特許取ってるぐらいなんでね。通販で売ってんのかな？いつもサックのお店で買ってるんだけど、もし通販あったら下に書いておきます。あるといいな。ただ強風には弱いです。私ね、4、5本折ってます、今まで。これ10本ぐらいストックがあって、いろんなバッグにそれぞれ入れてたり、ロッカー入れたり、いろんなところにね、こう置き傘してます。あと、自撮り棒。ここネジ取ると GoPro もいけるかな。で、三脚になってるんですよね、三脚タイプ。うん。歯磨きセットは、私ね、歯科矯正がまだまだ終わってなくて、本当にいろんな種類の歯ブラシとか、歯間ブラシとか、うん、矯正用の糸ようじっていうのかな、いろいろ入ってるんですが、説明めっちゃ長くなるので、これは今回は省略して、でまたいつかその歯科矯正に関する動画をまとめてやろうと思っている時とか、別の時に紹介しますね。あとマイクはね、これご存知の方何人かはいらっしゃると思うんですが、とライブをする時に、外でライブをすると風がすごく強くって、私の声がね、聞き取りにくかったり雑音が入っちゃうから、防風か、自分の声をよりよく取りたい、なんか ASMR やってくれっていう要望がめちゃめちゃ多くって、そうだけどね、今マイクの問題の方が大きくて、友達にね、その YouTube で声がうまく取れない、音がどうしてもね、よく取れないっていう相談をした時に、このマイクのメーカーさんの人を紹介してくれて、でその手話の社員さんに会って、これこれこれで YouTube とか、なんかライブでとか話をした時に、いくつか、こう、候補を教えてくれて、で、本格的なマイク、大きいのとか、で、これはミニサイズっていうか、スマートフォンにつけられるようなタイプの、このマイクをつけてから、すごくね、声がよく聞こえるってライブで皆さんに言われるようになったので、ちょっとね、体積的にめっちゃかさばるんですけど、
なんかね、シュアって紅白歌合戦でも使われるマイク、毎年なのかたまになのか歌手によって違うのか、ちょっとそこまでは分かんないんだけども、紅白でも使われるぐらいのレベルのですよっていうふうに案内されて、で買ってめちゃ良かったので、だからライブの時にちょっと今紅白マイク取り付けるっていうのはこのことです。じゃじゃん。はい、これインナーバッグとして使ってるんですが、本当はねポーチで、これね付録だけども、これは皆さんご存知の付録ですね。アルティサン&アーティストの付録で人気で、ここに取っ手があったのはね、切ってます。ここは切ってます、取っ手は。でこのハンドル切ったのはもうバックインバッグとして使うのを前提として来てます。今ねちょっと1個充電中だけど、充電器は2つ持ってます。あとねティッシュもね予備で持ってます。ほんと鼻が出るんですよ。汗拭きシートです。汗っかきなんでね、鼻も出るし汗も出るし大変。そしてゴミ袋、これねジップ付きのゴミ袋で、鼻かんだ後とか何かしらこうゴミが出るのを、ゴミ箱があればそこ捨てるけどないこともあるので、自分でもこうゴミを持ち帰るときに、バッグの中にゴミのまま入れるの嫌だから、だからこのビニールのジップに入れて持ち帰ります。イヤホンですね。両方にイヤホンつける方いらっしゃると思うんですけど、私その出先では片耳だけにこうつけられるように、これ充電の、これは抜けるんだけど、こうやってイヤホン片方だけ、Bluetooth で、自分の声もマイクとして取れるし、耳も片耳塞がるけども、片耳開けてないとやっぱり危ないんですよね。うん。そうそう。これのね、もう一個出たらば、それはそれでバックインバックにしようかなと思ってる。アンドロージーのフロークで、アルティザーアンドアーティストのね。その時にディーゼルの、はい、これもね、ディーゼルのバッグなんですよね。これはこれでまたバックインバッグ入れた後に、レビューしようかなと思うんですけども、このファーツインマイバッグとしてね、レビューする予定ではあるんですが、お財布とタオルハンカチ。ハンカチって昔タオルハンカチよりも薄っぺらいハンカチの方が多かったかな、子供の頃とか。でもよく考えたらタオルハンカチの方がいいですよね。なんか手拭く時って水分すごく吸っちゃうから、ピラピラなハンカチとか全然水分吸ってくれないし、持ってる意味あるのかみたいなこと、刺しておしゃれにする、タオルハンカチじゃないと全然なんか意味ないじゃんと思うので、ずっとタオルハンカチ。あとはお財布です。まあね、リュック大容量だからこの大きめの財布ですけども、ハンドバッグでちょっとおしゃれにスーツとかのスタイルで出るときはもっとコンパクトにしていますね。モノグラムの基本形ってカジュアルにも合うし、シックなスタイルにも合うし、ほんとなんか万能ですよね。ほんと素晴らしいと思います。で、こう金具が壊れても直してくれるし、物を大切にするにあたって、メンテナンスをしてくれるっていうのはすごくいいなと。このディーゼルもデニムってすごく持つ。ダメージデニムにしたり、色をね、落としたり、ウォッシュ加工したりとか、こなれた感、すり減った感、デニムいいですよね。だから私がね、こうディーゼル好きなのはデザインもさることながら、年季の入った感じ、アンティーク、ある意味アンティーク、ファッショナブル、スタイリッシュだけどアンティークみたいな、このかすれ具合がね、好きなんですよね。ペン、ボールペン、ニコライ・バーグマンの爪やすりです。これね、何本も同じもの買ってて、結構安いし、数百円で、で、ほんとあちこちで私、爪が弱いからバッキバキに割れちゃうんですよね。で、割れたのをかけたままにすると、危ないから、そこをね、スリスリして、あとたまになんか蓋を開けたりするときに、爪で蓋を開けるとまた爪が割れちゃうので、爪代わりにこれを使って、蓋を開けたりとか、いうのにも使ったりしますね。あとはアメちゃん、私の大好きなこれね、ミルクの香りが半端なくて、これ出た頃からずっと食べてる、舐めてる金のミルクですね。これあとはこれラスト、ジルスチュアートのノーティスの方かな、香りのブランド。これなんだろうね、お財布に使ったりするのかもしれないけど、私はお薬を入れてます。アトピーのお薬、飲むのとか塗るのとか、お薬入れたり、
あとね、絆創膏ほぼ使わないかな。あんま靴ずれとかしない。昔はね、靴ずれした時期があったんだけど、いい靴にするっていうか、自分に合った靴選びっていうのがだんだん分かってきて、そう、その靴はね、ちゃんとしっかりいいのを選ぶのがいいですね。こちらは裏ですよ。これはね、付箋です。付箋、ちっちゃな付箋も入れてて、さっきのボールペンで文字書けるし、なんかこうメモを残したり、そのメモを相手にこう渡すときに、ちょろちょろって書いてパッと渡せるので、付箋持ってますね。ちょっとね、今日服があんまカジュアルではなくてフレアな、どっちかっていうとフェミニーな感じなんだけど、背負った感じが、あれ映ってるかな、飛ぶ飛ぶ。そう、このね、バッグの整理をいろいろしてると使ってないバッグとか出てきて、そうね、来年の福袋、この私のチャンネルのオリジナル福袋みたいにして作ろうかなと思ってるんだけど、先にクリスマスコフレのオリジナルクリスマスコフレが今ね完成しているんです。3パターンぐらい今できてるかな。これも近々のプレゼント企画やります。サブチャンネルでプレゼント企画やるので、サブチャンは下の概要欄にリンク貼ってます。リンクあります。で、サブチャンはね、何個かあって、そのうちのビストロユカナツミとユカナトリップの2つのサブチャンでとプレゼント企画やっていこうかなと思っているので、そちらもチェックしてみてください。では、とりあえず今日はディーゼルでございました。